2017年6月11日5時30分。ネットで見つけた怖い話。第1122話、この男は近づくな。霊的な現象に遭遇したことはほんの数度しかないのだけど、その代わり死体には他人よりほんの少し多く遭遇する確率が高い。幼稚園の頃、同い年の女の子が隣家に住んでいて一緒に通園していたのだが、その日は何時になっても呼びに来ない。不思議に思って様子を見に行ったら、パジャマのまま泣きながら出てきて、ママと赤ちゃんが起きないの、と。一緒に見に行ったら、こたつの中から母親と赤ちゃんが首だけ出しているのだが、目は見開いたままで、よだれを出したり、ミルクを垂らしたりしている。しかも臭い。し、という概念もないので、ただただ怖くなって自分の母親を呼びに戻った。母はその現場を見て絶叫。電気コードで絞殺されていた。大人になってから聞いた話だと、犯人は旦那の愛人。旦那の出張なのを知っていて、一家皆殺しにしようと侵入したが、別室にいた娘だけは難を逃れたとのことだった。その数日後、なぜか裏山で崖崩れが起きて、うちも隣家も半壊。引っ越ししたので、その子のその後はわからない。小学生の頃は踏切自殺目撃、首吊り死体発見、水死体の発見が2回、焼身自殺の目撃くらいで大したことはなかった。中学は家族の死が数回程度。最初の絞殺死体に比べるとあまりインパクトはなかった。至って普通かな。高校の頃はなぜか飛び降り自殺に遭遇する機会が多かった。うち一度は学校をサボってマックで食事してたら、目の前に若い女性が落ちてきて、水風船を割ったようにガラスに血をぶちまけた。これはショッキングだった。あとは飛び降りた人が数人先を歩いていた中学の同級生だった女子高生を直撃。自殺を図った親父は無傷で、その子が首を骨折して死んだ。慌てて駆け寄った時は首はあさっての方を向いていた。不思議と出血がなくて、それが余計怖かった。大学生の時は友人の死が多かった。バイク事故とか自動車事故がほとんど。自動車事故は3回同乗中に遭遇したが、友人だけが死んで自分は無事だった。最初は居眠り運転で電柱に衝突。助手席の自分はベルトでの胸部打撲と。無知打ちだけだったが、運転していた友人はフロントガラスを突き破って、工場の鉄骨に突き刺さった。次はタンクローリーと接触。運転手と助手席の自分は無傷だったが、タンクのはしごが後部座席に突き刺さり、友人の彼女を直撃、ほぼ即死だった。最後は鉄骨を運んでいたトレーラーに追突。運転していた友人は頭部損壊で即死だったが、この時も自分は無傷だった。この事故の数日前に自分の彼女が大学構内で首吊り自殺をしており、これはその帰り道の事故。おかげで陰で死神と呼ばれ、嫌な思いをした。社会人になってからは刺殺事件の現場に居合わせることになった。隣の台でパチンコをしていたおばさんがいきなり男に刺された。このおばさんを前からストークしていた変質者の犯行だったが、当時バレリーナという権利もの一発台があり、それを売っていたのだが、権利発生直後にそんなことになり、非常に迷惑した。あとは電車への飛び込みを5から6回見た程度なので、普通の人と変わらないかと。これって何かあるのかな。普通より少し多いような気がするんだけど。ネットで見つけた怖い話。第1123話、友達放置アタック。注意、この話は、読んだら何かが起こる、あるいは起こる可能性があるとは書かれていませんが、わしゃが、何か起こっても知らない、と。根拠なく読者の身を案じています。気になさる方は動画をここで止めてください。では始めます。俺が高校生2年になった時、同じクラスに Y という男がいた。俺と Y は気が合う友達でよくつるんでいたが、突然、
夏あたりを境に Y は俺から距離を置くようになった。話しかけても適当にはぐらかされるし、グループ分けの時にも俺を避けるようにしやがる。別に俺も Y もクラス内でも地位が低いとかはなかったので、何が原因かなとは思ったが、別に男の尻を追いかける趣味はないので放っておいた。その頃から俺は、体調不良でよく学校を休むようになった。あまり長期に休むとクラスの連中に忘れられてしまうので、それでも精一杯出席した。夏休みが始まって、俺は、やっと気楽に休養できるようになった。しかし体調が悪化して、俺は、生まれて初めて入院する羽目になった。原因は不明。症状は心臓の鼓動数が一定ではない、肩が妙に凝る、視界が暗くなる、など。一時は脳や心臓に障害があるのかと検査を受けまくったが結果は出ず、結局俺は、10月の半ばまで病院生活を強制された。家族の事情、主に入院費だが、で自宅療養に切り替え、俺の強い要望で学校に戻れた時はすでに秋だった。夏服を学ランに衣替えして俺が久々に学校に行ったら、みんな驚いた顔して迎えてくれた。しかし、一番驚いていたのは Y で、喜ぶというより不審なものを見るような顔だった。俺は、それを機にどんどん健康を取り戻し、病院の診断でも異常なしをいただいた。その年の暮れも迫り、冬休み前。学校からの帰り道、クラスから出る途中に Y に一緒に帰ろう、と言われた。久々の健康のありがたみにハイテンションが続いていた俺は、心よく承諾し、久しぶりに話しながら下校した。近くの駄菓子屋で買い食いして、どこかでジュースを飲みながら食べろうか、という話になった時、Y は近くの神社の境内で休もう、と言い出した。俺は、別に買えとは思わずにそれに従った。俺たちが人気のない神社の賽銭箱横の石段に座った途端、Y がいきなり無言になった。どうした?んすまん、今まで。はぁ?ほらお前のことしか年取ったやろ、俺。あ別にいいけど。あれな、理由あってん。どんな?別に嘘なら嘘と思ってくれてええねんけど。言うてみや。夏前からな、お前の後ろの変な女がおってん。幽霊、や。はぁ?小馬鹿にした笑い。ま、一応全部聞いてや。Y がポツリポツリと話し出した内容に、俺は、圧倒された。時期的には夏の前あたり、Y は投稿してきた俺を見て愕然となった。俺の後ろに、まるで白黒写真から抜け出てきたような女がぴったりと張り付いていたらしい。柄のない喪服のような白と黒の着物姿に髪の長い奇妙な女。時々髪の間から覗く顔つきはものすごいものがあり、やけどのせいであろう奇形な顔に、釣り目どころか逆だったような目が見えた。その女が顔を吸血鬼みたく俺の首に近づけて、何か煙みたいなのを吐きかけていた、と。体育の時間にも授業中にも、その女は、まるで俺の後ろにいるのが当然のようにそこにいて、クラスの皆は、まるで気づいていない。もちろん、俺自身さえも、毎日その女を連れてくる俺に、Y は次第に距離を置くようになった。Y は自分の家族にそのことを相談したらしい。すると、絶対に近寄るな。その女にも、そのクラスメイトにも、と今までの最大級の説教を受けたらしく、理由すら教えてくれない。しばらくして、俺は、学校を休みがちになった。Y は一応そのことも親に報告したらしい。もしかして、あいつ死ぬの?知らん。うちらには関係ないやろ。あの女って幽霊なん?おとんも見えるん?多分、見えるやろ。呪霊とかってあるやん。それやれば。アホー。無理や。死ぬで。下手したらうちの一族老頭死ぬで。Y の父親が言うには、その女は自分の色さえも忘れるほどの怨念を持った霊であり、
下手に手を出せば殺されるだろうが、気づかないふりをしていればまだ大丈夫だ。そのクラスメイトにも知らせるな。そんな女がいるかも、とすら思わせるな。そのクラスメイトが不登校にならなんだら、お前を欠席させるところやったわい、と。Y はその意見に従い、俺の様子を伺いながらも俺を半分死んだ人間として扱っていたらしい。そして秋、学校に戻ってきた俺の後ろにはその女がいなくなっていた、と。話が終わると同時に俺は、ビビり隠しに Y に文句をつけまくった。嘘な、仲直りしたいなら別に嘘なんぞつかんでええやろ。そんな女がいたんならなんで俺は、今生きてんねん。Y は黙って腰を上げると、そのまま俺を置いて帰っていった。Y とはそのぎこちない関係のまま高校3年になり、クラスも変わった。そして今、俺は、大学生。あの時の話は信じていない。だが、やはり首筋がスースーするときに後ろを振り向くのは躊躇してしまう。もし Y の話が本当なら、俺は、その女のような霊がいるかも、という認識をすでに持ってしまっているから。この女の話を読んだお前らも、どうなるかは知らん。ただ、部屋の中にいるのに首筋がゾクッとしたり、妙な空気の流れを首の肌あたりで感じるときには、後ろを向くときに注意した方が良いかもしれん。俺は、対処法は知らんし、責任も持たないけど。ネットで見つけた怖い話。第1124話、天井モップブレイカー。昔住んでたマンションで、たまに天井を見上げると女の人の手が生えてました。いっつもパタパタと何かを探すように動かしているので、ある日、何も考えずにモップを近づけてみました。するとモップに気づいたのか、パタパタをやめてモップをぐい。と女の人の腕とは思えない力で引っ張り上げました。モップは折れてしまい、その手もいつの間にか見えなくなりました。最初はモップじゃなく自分の手で触ってみようかと思っていたのですが気味が悪いのでやめて正解だったと思います。ネットで見つけた怖い話。第1125話、あった。ネットしてるだけでお金がもらえる夢のバイト。昔、公園の管理事務所で夜勤のバイトをしていました。そこは、半径1キロぐらい誰もいないような大きな公園で、その中心に公園管理事務所の建物が建っていました。仕事といえば、ただの電話番で毎日かかってこない電話を待ちながら誰もいない建物の中の宿直室で、一人テレビを見たり布団でむにゃむにゃ寝てたりしてました。ある日大マナのレポートをするために、遅くまで起きてたのですが、玄関の自動ドアのスイッチを切り忘れて、誰も入ってこないのにいきなりゴーって音がしてドアが開きました。何かにセンサーが反応しちゃったかな?って思ってスイッチを消しに立ち上がったのですがその瞬間、僕は、メガネをかけているのですが、メガネに長い髪の毛が映り込みました。自分はその時、単発で髪の毛が映り込むなんてありえなかったので、誰?って思ったのですが当然一人のバイトなので誰もいません。結局怖くなって友達を呼んでその日は一緒にいてもらいました。その後は、そこでの変な体験一切ないのですが、今思うとやけに時給が良かったり、非常勤公務員扱いでボーナスが出たり、何でもない仕事の割には破格の条件だったので、なんかあったのかなーって想像してます。実はそこにいるんですかね?幽霊。ネットで見つけた怖い話。第1126話、コミュ障な霊。友人 H の体験談、彼はとにかくよく霊が見える人だ。某コンビニでバイトをしているが、そこでの出来事。夜、レジに立っていた H の耳に、入り口の方から女の声が聞こえたそうだ。小さくてよく聞こえないのだが何度も聞こえる声によく耳を澄ますと、どうやら何かを尋ねるような声らしい。ですか?
どうも結局肝心なところは聞こえないらしい。それから倉庫にいた時には、彼が棚を整理していると、女が突然現れ、棚の中にすっと消えていったらしい。さらに足だけが近づいてきて、彼の後ろを通り過ぎていったこともあるそうだ。客がいる時もお構いなしに出るそうで、ある時はこんなことが起きた。昼間普通に仕事をしていると、店の奥のドリンクのコーナーあたりに、ものすごい音を立てて何かが落ちたらしい。何度も何度もドスーンというすごい音を立てている。だがその場所に駆けつけてみても、そこには誰もいない。実はそこ、従業員で見ていないものはいないくらいよく出るそうだ。入り口には塩が持ってある。ネットで見つけた怖い話。第1127話、みちかさん。両親すら知らないことだ。それ以来拝むのはやめた。2回目に会ったのは、東京でおじいちゃんの葬式があった時。そして3回目に会ったのは、おじいちゃんの何回忌かの時だ。小さい頃からみちかさんには嫌な感じを受けていた僕は、話さないようにしていたのだが、なんとなく目があって話さなければいけない雰囲気になってしまった。あら、元気？初めてそう聞かれて僕は、ちょっとびっくりした。霊能者みたいなことしているんですって？僕は、思い切って彼女に聞いてみた。まあね、と言っても頼まれた時だけ。そこそこ話をした後、僕に霊体験を語ってくれた。みちかさんは知人に頼まれて北海道の慶町に行くことになった。そこには2年前ぐらいから原因不明の病にかかった14歳の少年が待っていた。何でも胸がずっと苦しいらしい。医者の方でも原因がわからず、かといって命に関わるほど危険というものでもないので、入院費用のことも考え、自宅療養を続けているとのことだった。学校は気分がいい時にだけ行っているらしい。最初はさ、まあ私のようなうさんくさい人間に頼んでくるくらいなんだから、当然霊絡みなのは分かってたけどさ、そこは、北海道地方に特有の屋根が三角に尖った普通の家だった。壁はクリーム色で屋根は赤い家。その時には別段変な感じはしなかったという。ところが、家に入ると、という胸が押しつぶされる感じに襲われたらしい。知人に引きつられて中に入ると、その母親が待ってたわけよ。父親は仕事を休んだらしく、少年が寝ているベッドの前で正座してたわ。で、挨拶して、少年とご対面。案の定、何か黒っぽい服を着た人が少年の胸に乗っかっているのね。よくその霊の顔を見たら、なんとその父親の顔してるじゃない。その子は母親の連れ子らしい。母親は3年前にその父親と知り合って、再婚したとのこと、で、2年前から胸が苦しくなったということは、どうやら父親がその子を疎ましく思ったようだ。でも困ったことにさ、生きようってのは私もその時初めてで、除霊したことないのよ。どうしようか考えてたらさ、なんとその父親の生きようが突然、私のホースっぽい様相で睨んで、私の胸を両手で工具打って、押しつぶすようにし始めたのよ。私、もう、ってなって息できなくなって、苦しみながら、外出して、って知人に言ったの。で、連れ出してもらって、玄関出たらすぐ息できるようになって、結局除霊は諦めた。父親が原因だなんて言えないし、そや息子は良くなるかもしれないけど、あの父親による思念も、いつも強いわけじゃないから、そのうちなくなるでしょ。生きようはね、取り扱いを間違えると本当に大変なことになる。死んだ人より、生きている人の方が思いが強いんだよ。その後、その少年の話を聞いたが、結局あの夫婦は離婚したとのこと。それ以来少年は胸の痛みが消えたそうだ。ネットで見つけた怖い話。第1128話。それは、紛れもなく、やつさ。俺が小学校2年生の時、
学校の近くには栗原という80過ぎのじいさんが住んでいた。俺と友達の H と I はそのじいさんをいつもからかってた。そのじいさんはからかうたびに、なんじゃあ、と言って家から出てくる。奴の玄関の前で H、栗坊。俺、栗坊。I、栗坊。とか言いまくってた。栗原だから栗坊。そして家から出てきて逃げるということを繰り返していた。さらに玄関を叩いて、H。おい、栗坊。おるか。栗坊。とかまあ、ひどいことをやっていた。とどめは栗坊の大切にしていたサボテンを H が盗んで近くのドブに捨ててしまった。それから玄関でからかっても出てこなくなり、玄関を叩いても何も言ってこなかった。俺たちはそれから何日もやってたけど全く家から出てこなかった。ある日、学校に芋泥棒が入った。俺たちが植えた芋を誰かが盗んでいったのだ。俺たちは学校の近所に住んでいる栗坊が盗んだと断定した。放課後、栗坊の家の前に立って、俺、芋泥棒が入ったぞ栗坊やぞ。H、出てこい栗坊。お前やろう出てこい。あい、芋泥棒出てこい。とか好き放題言ってたらいきなり栗坊が出てきた。手には釜を持っていた。俺たちはマジ逃げした。このガキャー、お前らだけは、何言ってるかわからなかった。ずっと追いかけてきた。本当に恐ろしかった。栗坊が H に向かって振りかぶった。H は服が切れていた。それでも H は全速力で逃げた。もう皆泣きまくり。あれから近づかないようにしている。今思ったら俺たち最低だな。一人暮らしの老人に好き勝手して。ネットで見つけた怖い話。第1129話、フロムコーギーテルチワワ。ペット金分譲マンションに住む友人夫婦から聞いた話。5年ほど前にそのマンションに引っ越した。その時はどこの家もコーギーを飼っていてコーギーだらけだったそうだが、3年ほど前からどこの家もダックスに代わりダックスだらけになったと思ったら、最近ではチワワだらけになっているそうだ。あれだけ見たコーギーは今では1匹も見かけなくなりダックスも日に日に見なくなってきているという。マンションは高台の上にあり、片面は崖のようになっていてその下には雑木林があるのだが、崖から捨てられたと思われる有効が去った犬の死体が雑木林からいくつも出たそうだ。ガクブルなので友人夫婦は老犬小型雑種を連れてマンションを出ることを真剣に考えている。ネットで見つけた怖い話。第1130話、地獄から帰ってきたチビスケ。うちも猫のチビスケが、大きないたずらをして父を怒らせて飼えなくなり、相談して、近くの山に捨てたけど、4日のうちにガリガリになって帰ってきた。今もいる。それは、父の皿にあった。ちいかま。2本を盗んだからだ。怒られたちびすけは父に抵抗して爪を出したり。ふうふう。怒った。帰ってきてから、ちびすけはどんなに怒られても、父には逆らわなくなっていい子になった。お座りも覚えた。テーブルの上も覗くだけで触らない。しかし父が寝に2階に行き、いなくなると突然はしゃぎいたずらをする。今日のオカルトスレ。こうとこの怖い話。1年の約束のはず。リンク。それでは私から行きますね。これね、私が小学生の頃の話なんです。当時クラスで学級新聞の係やってたんですよ、私。でも怠け者でいつもとんずらこいてた私はついに、他の係の連中に捕まって放課後、一人で新聞作りをやらされる。ハメになってしまったんだ、うん。で、なんとか仕上げたんだけど、日も傾いちゃっててねー。人がいない校舎を出て、こう一人とぼとぼ帰り道を歩いたらねー。
なんか聞こえるんで私は立ち止まった。その場所ってのが墓地のど真ん中でね、そこは首吊り自殺が、あったりといわくつきの場所なんだ。最初はなんかこうひそひそした声が後ろから聞こえた。気がしてた。で、立ち止まって聞き耳を立てると聞こえなく、なるんだ。で歩き出すとまた聞こえる。あーやだなー困ったなーと思いながら歩くスピードを上げると、その声がどんどん耳元に迫ってくるんだ。しかも声が増えてる上にお経みたいなのも混じり始めた。もう、うわわわわーってなもんで全力で私は走り出した。声もぴったり後ろに張り付いてる上に頭痛もし始めた。その時唐突に声が消え、頭痛も消えた。うん、と立ち止まって周りを見るともう墓地から抜けて公園だったんだ。一気に寒気が襲ってきましたよ。ええ、いやー今思い出しても何だったでしょうねー。あるんですねーこんな話。会社の独身の先輩がとりあえず1年だけって約束で、子会社に出向して、そのまま帰ってこれない。この不況でどうなったか怖くて聞けない。高齢独身者はターゲットがされてるように感じる。次は我が身かと思うとすごく怖い。それは別の怖さだね。某芸人が沖縄に旅した夜、野宿できそうな場所を適当に探して、石でできた鎌倉みたいなところで寝ようとしたんだってな。そしたらどこからともなく女の人が、一緒に寝かせてください的なこと言って現れて、一晩そこで一緒に過ごしたという、朝、目が覚めると女の姿はなく、通りかかったおばさんが、あんたお墓で何してるの、と注意されたと。鎌倉に見えた場所は実は地域特有の珍しいお墓だったとのことで、あの女の正体は、まさかって話。この芸人誰だっけな。話の内容もうろ覚えだが、見方を変えるとロマンテックでもあるな。今から4年くらい前に自分の家の風呂に入ってたら、ふふふ、ふふふ、と低い女の笑い声が聞こえたことがあった。もちろん一人で風呂にいたから俺以外で家にいるのはおかんだけ。俺は、てっきり外を誰か歩いているんだと思い窓を開けたが誰もいない。気のせいかと思い窓を閉めて湯船に浸かったらまた、ふふふふ、ふふふふ、と女の声が、怖くてすぐに風呂から上がっておかんに、今、俺が風呂に入ってる間にテレビとか見て笑ってたか？と聞いたが笑っていないという。あれは一体、怖い。この前夜食会にそこのコンビニまで歩いてたら角の先っちょにゆらゆらしてたなー。通り過ぎてみたいけどなんか邪魔だからやめといたけどやっぱり少し未練があって引き返した。そしたら消えて飛んでたから届かなくて失敗した。あれはちょっと不思議だったなぁ。今日はなんかいつも以上に不気味だぜ近所。近くなのに人影こそ見てないものの誰一人声を上げずに打ち上がる花火。田舎の田舎とはいえ道の真ん中でやってるような奴らなら、声ぐらい出すだろ普通怖いなもう。帰り道なんて通りすがる家の玄関から、洗濯機が壁に当たりながら延々と回っているような音。ゴッドドゴッドドゴッドド、誰か止めろよ。どちらもついさっきだ。そんでそれより前に書こうと思ってたのが、UFO を見たことがあることキロ半ばでふと書こうと思いついた。まあはっきり見た。というか爆発したと公視界の端にちらりと見て、しばらく夢か現実かわからないような不思議な感覚だったなぁ。その時はイヤホン爆音だったから音は聞いてないものの、爆発をちらりと見たその時イヤホンを外した。結構距離があったから花火なら音が聞こえたはずだ。3年ほど前や、
異世界に行く方法、準備する方法、10階以上あるエレベーター。1、まずエレベーターに乗ります。乗るときは絶対一人だけ。2、次にエレベーターに乗ったまま、4階、2階、6階、2階、10階と移動する。この際、誰かが乗ってきたら成功できません。3、10階に着いたら、降りずに5階を押す。4、5階に着いたら若い女の人が乗ってくる。その人には話しかけないように。5、乗ってきたら、1階を押す。6、押したらエレベーターは1階に降りず、10階に上がっていきます。上がっている途中に、違う階を押すと失敗します。ただしやめるなら最後のチャンスです。7、9階を通り過ぎたら、ほぼ成功したと言ってもいいそうです。成功を確かめる方法は、一つだけあるそうです。その世界には、あなたしか人はいないそうです。そこからどうなるかは、わかりません。でも一つ言えることは、5階で乗ってきた人は、人ではないということだけ。今からうちのマンションのエレベーターで試してくるわ。エレベーターのやつ試したくても、近くに10階以上の建物がないけん。試してきたけど、何も起こらなかったぞ。女なんて乗ってこなかった。所詮はったりだな、つまんねえ。まあこんな方法で異世界に行けるわけないよな、わら。外出たついでに、と思ってコンビニにアイス買いに行ったけど。店員がレジにいなくて参ったわ。いくら呼んでも来ねえし、仕方ないから何も買わないで帰ってきた。ふざけんなよまったく。成功してますがな、わら。ちょ、世界に自分一人だけとかどんな理想郷だよ www。世界で一人じゃ生きていけねえ、わら。俺のとこから結構近い町の遊園地で。本物が出ると言われてるお化け屋敷がある。北海道は土地柄そういうの多そう。ちょっと霊感強い人は沖縄は近づけないらしい。もう着いた時から何かを感じるとのことで。姫百合の塔なんて言ったら、霊云々じゃなく、自分の想像力に押しつぶされそう。くしくも北と南で戦争時代が強く残ってるね。神岡雄太郎、否定派、曰く、怨念があるならどうして沖縄に米軍基地があるのか、どうして日本でバースがホームランを打てるのか、を挙げて、もし怨念があれば呪いでそれを防いでるはずと申してました。それもわかる。怨念があるなら、どうしてコンクリ事件などの犯人ともがノウノウと生きていられるのか、とかね。20歳前後は免許取り立てってことで心霊スポット行く若者多い。まあ俺もヤバい山とトンネルとか一人ずつ。歩いたり一家残殺の家や廃墟の洋館とか行ったが、闇に対する恐怖と廃墟なんかの空気悪いところ、の気持ち悪さだけだしは影の至りだった。闇にはかなり免疫あるね、筑波山単独夜間登山とか。普通やんないわな、頂上で音楽聴いて踊り狂ってたし。関東の夜景一望できて超綺麗マジおぬぬめ。ああ眠れねえ。最近は行かないけど俺もよく行った。北関東で心霊スポットも山ばっかりだったな。まあ大体の山なんて曰くつきでしょ。友達のドラマーの山の別荘、カラオケボックス改造の近くで、バラバラ死体発見は受けた。犯人嫁だぜ。もう捕まったが、景色いいし全然気にならんが。まあ山なんてコーナーごとに走り屋の怨念が。てか眠れない暇人の相手させちゃっつすまん。379、箱毒なのか？もし、怖くないお化けがいるなら友達になりたい。キューちゃん。
退職位給ちゃんを回せても家計が破綻しない大払いへの懐具合は異常。なんかこのスレ見て怖くなった。一人孤独に寝るのが辛い。テレビとか消してても何か画面に映ってるんじゃないかと不安になる。ちなみに俺の怖い話は、夜寝ようとしていたところ、目を開けたら黒髪長髪の女性が俺の上に座っていた。反射的にすぐに目を閉じた。そして数秒後に身体を横に向け目を開けたら、同じ女性がベッドの横から顔を出して俺を覗き込んでいました。すぐにまた目を閉じましたが後で目を開けたらもう女性はいませんでした。部屋も暗かったので錯覚かもしれません。いや、錯覚であったことを願います。先日、おじが亡くなったんだけど、遺体の焼却が終わって骨を拾う際に、おじの兄が頭の部分の骨を拾おうとしたら、妙な頭痛が起きたらしい。で、そこから少し離れると頭痛がきたりと止んで、再度近づくとまた頭痛が起きたとか、残留思念的なものが何か語りかけてたのだろうか？俺も2回ほど立ち会った経験あるけど、周りにもそういう人はいなかったなぁ。でも父が亡くなった時に使った火葬場は新しく、その時初めて利用したんだけど、その10年ほど前に夢で見た光景と同じだった。異様なエレベーターが並んでいる感じ。何かこれ書いてたら、頭が痛くなってきた。俺もそういう場に何度か立ち会ったことあるが、特に体に変調きたした人はいなかったな。身内の死だから思う意識が強すぎて、みたいなのが現実的かな。でもそういう場だから霊とか漂っててもおかしくはないね。会社でポツポツと人が来なくなるんだよね。誰も理由を話さないけど、やっぱり原因は鬱なんだ。次は誰が来なくなるか、次は自分かと思うと怖すぎる。俺が消防4年あたりの実体験。その年にうちのマンションの女管理人の主人が事故死した。結構むごったらしい最後で突然の死だった。ある日、幼馴染みの男友達と些細なことから口論になり、道路のど真ん中で言い争っていたら、どこからともなく自転車をこいだおじさんが現れたんだが、その人が死んだはずのご主人そのものだった。なんだお前ら、喧嘩するなら仲良くやれよ、と。笑いながら気さくに声をかけてつらつら自転車をこいで去っていった。その後ろ姿を見て俺ら二人は目を点にして向き合い、今の管理人さんのおじさんだよな、って驚いてた。帰宅後にそのことをおばに話すと、事故は唐突だったから、と。魂が、まだここから離れられない的なこと言ってたのを覚えてる。あげついでに、明日のやりすぎまた都市伝説やるらしいね。よし見るぞ。都市伝説で怖かったのは、女が友達を家に泊めて、さあ寝ようとしたとき、急に友達が、ちょっとコンビニ行こうよ、と言い出す。わけもわからずしぶしぶ一緒に出かけたら、ベッドの下に男がいた。ってやつだな。リンク。漁船が利上げた。竜のゾンビみたいなのがすごかったなぁ。腐敗が進んでて、あまりにも臭いんで途中で捨てた。って言うんだけど W。写真一枚だったから怪しいが、今夜幽霊船の映画があるな。これ昔 DVD 借りてみた。一時期幽霊船にハマってて頭悪いこの俺が小説まで買ったよ。ロマンあるよな。海の話って。船といえば、アメリカで軍艦と船員がどうかしたって事件があったよね。確か映画化もされたと思う。どうかって、くっついちゃったの？バミューダトライアングルなら知ってる。そう。生きたままくっついたの。
10年くらい前。匿名リサーチ 200X。でも取り上げられた。何それ怖い。一瞬異次元に行ったとか。うむむ。フィラデルフィア計画でググるといいよ。高校の時にクラスの女子から下校の時に俺が乗ってる車とすれ違ったと言われた。その時に俺は、すごい笑顔でその女子の方を見てたらしいけど、これは俺じゃない。ドッペルゲンガーなのか、その女子のこと好きだったから生きようなのか。謎だし怖いしなんか恥ずかしい。俺も高校の時女子から、昨日〇〇にいたよね、みたいなことを言われた。笑いながら歩いてたそうだ。もちろん全く身に覚えなし。生きようも立ち悪いらしいね。霊感が強い人は、霊が普通の人のように見える。って言うんだよな。森久美子が言ってた W。4年前に近所のゴミ捨て場で拾ったんだ。黒い背景に無表情のピエロが描かれてるやつ。なんか小男の自分に妙に迫るものがあってね。結果は言わずもがなだったよ。結局風呂場で笑うピエロの幻覚見て倒れた後に焼き捨てた。後で知ったけど不幸を呼ぶピエロの絵のモチーフって世界中にあるらしいね。世界中で怖がられてるのに未だにピエロいなくならないのはほんと不思議。ピエロの絵を描き続けた殺人鬼もいたよね。精神病患者が描いたピエロの詩を読んだことがある。道化師というのは、それらの人間を引きつける何かがあるのだろうか。ドナルド・モーカルト。いつだったか窓を閉め切った部屋の中、本気で自殺考えて上見たら、天井から糸で吊り下げられているかも目の模型が大きく揺れていた。亡くなったじいちゃんの部屋が、今の俺の部屋だと後で知った。お墓参りしてあげてね。止めてくれたんだよ。うん、その後しばらく行ってなかったお墓参りに行ってきた。その時は家に誰もいなかったし、びっくりしたけど。不思議と怖くなかった。スーパーカメだけど、俺も似たような体験があるな。亡くなったじいちゃん家の仏壇にお供え物を持って行ったんだけど、その時、時計の時間を告げるベルが鳴った。その時は何も思わなかったけど、家に帰。で親に行ったら、時計は電池が切れてるから鳴るはずがないってことだった。じいちゃんが鳴らしたんだろうってその時は話が決まった。話は変わって親父が事故で亡くなった日、夢に親父が出てきた。親父の葬式を。やってるとこで、親父が隣に座っててなんでここにいるのかわからないって感じの短い夢だった。以前、帰宅途中に用を足したくなったので、誰も住んでないと思われるアパートの隅で用を足していたすると、暗くて顔はわからなかったが中国人的な人が怒鳴ってきた。言葉がすべて中国語。おそらく、で何を言っているのかわからなかったけど、間違いなく立ち小便のことについて切れていると思い、すみませんでした。って何回も言った。しばらくすると外人さんはだんだん声のトーンも激しさを増し、さらには首根っこをつかみ、投げ倒されました。自分は怖くなりその場をダッシュで逃げました。振り返らずに。立ち小便をした後悔と、こんなところに人が住んでいたのかと、そんなことを考えながら家に帰った。それからというもの通勤するたび、そのアパートが気になってしまいチラチラと見ていた。でもどうしても人が住んでるように見えない。夜でも一部屋も電気ついてないし、何より人の気配が全くしなかった。そんなある日そのアパートに警察がいた。何事かと思い警察に聞いてみたところ、何も教えてはくれなかった。しかしめちゃくちゃ気になったので、警察に事情聴取されていたおじさんがいたので、話が終わるのを待ち、
そのおじさんに何があったのかと話を聞いた。おじさんはそのアパートの隣人だった。アパートは、取り壊しが決まっていてもうじき壊される予定と教えてくれた。誰も住んでいないのかと聞くと取り壊しが決まる前から誰も住んでいなかったらしい。警察に聞かれたことも最近このアパートに誰か住んでいたかとか、怪しい人を見なかったという話を聞かれただけらしい。なんと答えたかと聞くと、この前外人の怒鳴り声が聞こえたことを話したという。それ僕が原因です。おじさんが警察に事情を聞くと、どうやらそのアパートでマリファナが栽培されていたらしく、その調査らしい。自分は完全にあいつだと思ったが、顔も見ていないし面倒なことには巻き込まれたくなかったので、その場を後にした。しかしある日どうか見つけたのか家に警察が来て案の定あのアパートのことを聞かれた。仕方なく一切の事情を話した。するとそのアパートまで連れて行かれどこで立ち証言をしたのか聞かれた。ここら辺です。というと納得したかのようにうなずき、ありがとうございましたと言った。そこには何もないし、なんだと思いここで証言をしたことが何か関係があるのかと聞くと、実はもう回収したんですが、ここにマリファナが植えてあったんです。なぜか一部枯れていたので彼らは笑っていた。は、そこで気づいた。あの外人はマリファナに証言をかけたことに切れていた。確かに証言であそこまで切れられるなんて変だった。そして何より怖かったのが警察の調査力。どうやって警察は俺の存在に気づいたのか。目撃証言か？頼むからマリファナにかかったようで、特定されてないことを祈る。怖い体験は体感しないと意外と笑い話になるものだ。電車で思い出したけど、終戦直後だから汽車だけど、鈴なりに乗客が乗り込んで、走っていたそうだ。それで列車の外側に捕まってた客がいて、それで何人も電柱に頭ぶつけて死んでたって。俺は、警備員をしてるんだが、ある神社の警報が出たので巡回に行きました。警報が鳴ってる箇所は人形を供養している部屋。もうマジで嫌だったから会社に、本当に入りたくありません応援よこしてください。と懇願したけどダメだと言われました。点検せず帰ろうと思ったけど、上司が点検した証拠として、部屋の奥の写メを撮ってこいというので仕方なく、部屋の奥まで行って写真を撮った。記者して上司に証拠の写メを見せると、上司が、お前、がっつり写ってんじゃねえかバカ、気持ち悪いもん見せるな。と、言うので見てみたら、がっつり写ってました。これはマジです。神戸のある神社です。警備員ってなんか体験あるんじゃないかなー、と思ってたので、ゾッとしました。自分だったら仕事とは言え泣きそうになると思う。その最低の上司のが声は、わら。昔新聞配達してたんだが住民が自殺したと気がつかずずっとそのアパートの部屋に配ってた。発覚後も隣の部屋が新聞取ってたから毎朝その部屋の前通るの苦痛だった。時々、背後に何かの気配を感じるあるよな。自分しかいないのに、何かゾッとするとき。鳥肌が立つような気味悪い感じ。深夜映画見てるときとか寝る前とかに。ゾッとした感じたあの瞬間、目の前数センチのところ、鼻と鼻がくっつきそうな距離、二霊がいるらしい。あのゾッとした感覚は、その瞬間に背後から霊があなたの体を通り抜け、あなたを凝視しているから、あるある。それを感じたことない人はいないんだろうな。
業界を3人のレンガ職人が作っていました。旅人が、それぞれのレンガ職人に、あなたは何をしているのですか?と尋ねました。一人目のレンガ職人は、見りゃわかるだろレンガを積んでんだよ。と不機嫌そうに答えました。二人目のレンガ職人は、レンガを積んで壁を作っています。この仕事は大変ですが賃金が良いからやっています。と答えました。三人目のレンガ職人は、教会を作るためにレンガを積んでいます。この教会は多くの信者の心の拠り所となり完成したら多くの人が喜ぶでしょう。私は、この仕事につけて大変幸福です。と答えたそうです。そして10年後、一人目の職人は、相変わらず愚痴をこぼしながらレンガを積んでいました。二人目の職人は、もっと賃金のいい仕事があったと言って、賃金は良いけれども危険な教会の屋根の上の仕事についていました。三人目の職人は、知識や技術を積み、信頼されていたので現場監督として思考を任され、多くの職人を育て教える立場になっていました。同じレンガを積んでいた三人の違いは、仕事に対する姿勢です。考え方がそれぞれ違っていたのが、最初は小さな違いでしたが、10年後大きな差となってしまったというお話。三人目の職人は、この仕事につけて幸福だって言ってたのに、なんでレンガ積みの仕事を辞めちゃったの?三人目の幸福とはレンガを積むことではなくその先にある人を幸せにできる仕事ができることだからだろう。そうだそうだ。小学生の頃の話。女子たちが外で集まって何やってた?キャーとかウェイとか聞こえてきた。何やってんだろうって思ってたら、そのうちの一人が俺のところに来た。ちなみに俺は、その子が好きだった。そしたらその子が、これ見てー。って言って、あるものを見せてきた。持っていたものは首のないトンボだった。俺は、びっくりして、な、何これ?って聞いたら、デコピンしたら頭吹っ飛んだー、わら。だって、女って残酷で怖いなーって思った。2年前の7月28日、俺は、大阪にいたんだよ。憂鬱な月曜日で夏休みももらえなくて実家にも帰れない、イライラしていた朝だった。狭山の金剛駅から天下茶屋まで向こう道中に不思議なことが起こったんだよ。携帯でゲームに夢中になっていると、なんか妙なんだよね。集中してたのもあるんけど騒がしくて当然の車内が妙に静かでさ。押し合いへし合いしていた車内が妙に空いてるような感じがして周りを見ると。誰もいないんだよ。誰も、通勤時間の南海本線だ。絶対にありえない。電車も気づいた時には止まっていてドアが開いていた。駅なのは間違いないんだが、駅名がわからない。というか読めないんだよ。知ってる漢字に見えるんだけど、読み方が全く思い出せないし。字を記憶しようとしてもすぐ忘れて覚えられない。しばらく悩んだ後、駅の外に向かって歩き出したんだ。駅を出ると、街並み的には普通の大阪の下町っていう感じなんだが、俺は、その街を知らない。こんなところあったのかと思いながら、とりあえず会社に電話をしようと思ったんだ。電車が止まった状態で動かない。事実確認をしようとしてもアナウンスもないし駅員も見えない、と。携帯は圏外になって、公衆電話もない。大衆食堂のような小さな店があったの電話を借りようと思ったが中には誰もいない。
その時劇場版ドラえもんの鏡面世界の話を思い出してしまった。とりあえず、引き返して駅に戻って改札をまたいで越えて、改札が動いてない。まだ止まったままの電車の中に戻ろうとしたんだ。ホームについて電車を見ると人が一人いるんだ。形容しがたいんだけど、厚手のコートを着た紳士っぽい感じの風体で中年っぽい。あ、と思って声をかけようとしたんだ。そしたらそのおっさんが話し始めた。いや、厳密に言うとそのおっさんの口は動いてないし、口から音が出ている感じじゃなくて、両方の耳元で、それぞれ聞こえるみたいな、そんな感じで聞こえるんだ。おっさん曰く、く。もう戻してあげられないから、代わりにこちらで、と一言、なんのこっちゃと思ったけど、突然目の前で爆竹が弾けたみたいな、チカッとした衝撃を受けたんだ。とっさに目をつぶって、そして開けると職場にいた。仕事をしている途中だった。時間は9時2分って遅刻はしてないみたいだ。普段はどんなに急いでもギリギリなんだけど、俺に息の乱れもない。ない?あれ?なんか俺、いつもの俺じゃない。と思ってトイレに行って鏡を見ると、俺なんだけどなんか違うんだよね。目元の印象とか髪型とか、若返ったとか老けたとかじゃなくて、非常にそっくりな他人みたいな。そんな感じ。職場の人たちもそう。なんかみんな微妙に違う。その仕事を辞めて今は故郷で働いているが、親もなんか記憶と違うんだ。老けたとかじゃない。すべてに違和感を感じてるが何の支障もなく平穏で幸せ。でも俺がもともといた世界とは絶対に違う。それが今のこっちの世界。学生の頃の話なんですがね、毎晩のように金縛りに遭うんだ。で、ある時はっきり見ましたよ。軍服を着た日本兵の方ですよ。我慢して卒業までそこに住んでましたがね。まあ、場所は神奈川県某所とだけ言っておきますよ。ええ?一週間ほど前のことだが、車で移動中なんだがルームミラーを見たとき見えたあの蒼白い微笑み。何だったんだろう。その後何もなかったわけだが、これから何かあるんだろうか。乗ってたの?ひええ。幽霊のお礼はいりません。あれ以来夜車乗るとき憂鬱でたまらんよ。窓に反射して映った俺の顔ならいいが、あれはどう見ても30代半ばぐらいの女だった。口紅というかドスクロの唇は忘れられん。箱入り娘。これは岡山県の片田舎。山間の小さな町での話。昔、明治初期の頃、長者の家に美しい娘がいたんだが、その娘が村の下人の男と恋に落ちたんだが、それに激怒した長者は娘を蔵の中に閉じ込め、二度と男が近寄らんようにしてしまったとな。ところがに、三日もするとその蔵の中から、キャッキャウフフという声が、夜な夜な聞こえてくるようになった。くすぐったいわー、ウフフ。まるまるさんたらまたそんなこと言うのね、おほほ。それを聞いた長者は怒り狂い。ある日、明るいうちにこっそり蔵の中に忍び込み、二人の相引きの現場を抑えてやろうと考えた。その日の昼食、長者はこっそりと娘の飯に眠り薬を仕込んだ。蔵の換気窓から飯を渡し、何食わぬ顔をして外で様子を伺った。しばらくして窓から蔵の中を覗いてみると、娘はどうやら眠りこけてしまったようだ。長者は、そっと蔵の鍵を開け、昼でも薄暗い蔵の床にその一歩を踏み出した。キシ、キシ。床がきしむ音がするたび、長者は背筋に冷えたものを感じたが、
それをはるかに上回る怒りと、娘への愛情が彼を駆り立てた。蔵の柱の陰に、大きな木箱が置かれていた。鍵の壊れた蓋を開けてみると、中は空であった。ここにするか。長者は体を丸め、箱の中に横たわった。時は刻々と過ぎ去り、あたりは次第に暗くなっていった。そろそろかな。娘は目を覚まさぬらしく、蔵の中はしんと静まり返っている。やつめどこから忍び込んでくるんだ。長者の頭の中には怒りが渦巻いていた。あたりはすっかり暗くなり、蔵の娘に女中が晩飯を持ってくる時間になった。娘は、まだ起きないらしく、蔵は闇と静寂に包まれていた。果たしてここは本当に蔵の中なのか、それとも果てしなき闇が無限に続いていて。そこにポツンと木箱が置かれ、その中で一人の男が身を丸めて横たわっているのか。それともここには木箱すら存在せず、男そのものが闇の中にポツンと置かれているのか。そんなことをぼんやり考えた。腹が減ったな。まだ娘は起きないらしい。長者はちょっと何か食べるものをつまんでこようかと考え、箱から身を起こした。きしむ床を四つ足で這いずり、土蔵の扉までたどり着いた。さあ鍵を開けよう。そう思った瞬間。ガチャン。何者かが扉の鍵を閉めた。おい、どうした、わしだ、わしが中にいる、開けてくれ。外からはガヤガヤと声が聞こえる。おい、閉じ込めたか。おう。何があった、わしが中にいる、開けてくれ、開けてくれー。旦那、とんでもないことをしいかしましたな。あんな美しいお嬢さんを。待て、何があった、わしが何をした。覚えてないんですかい、旦那。旦那は3日前お嬢さんを刀で斬り殺したんですぜ。綺麗なお嬢さんのお顔を、頭蓋骨ごと叩きったんですぜ。そんでもってその死体を蔵の中に隠したんだ。嘘だ、わしはそんなことはしていない。早く開けてくれ、開けてくれー。それはできねえ、旦那。そんな気違いを好き勝手歩かせておくわけにはいかねえんだ。旦那は村のためによく働いてくれた。だから今度のことはお役人の目には触れねえように、俺たちがうまく後始末はしておくつもりだ。長吉のことは許してやってくれ、あいつにはよく言い聞かせた。あいつは、いい加減なところもあるが、根は真面目な働き者なんだ。やがて村人たちは蔵の前から立ち去った。長者は呆然として闇を見つめていた。するとどこからともなく声が聞こえてきた。おほほほほほ、おほほほほほ、お父さん。お父さん、お父さん。あたしはここよ、お父さんに頭を叩き切らせあたしはここにいるのよ。やってない、わしはやってない、許してくれ。長者は腰を抜かして、その場にへたり込んでしまった。声は時に近づき、遠くなった。闇の中で、いつ終わるとも知れぬ追いかけっこが始まった。長者は蔵の中を這い回った。這い回るうちに壁や物にぶつかり、その度に鈍い痛みが体を走った。娘の姿は見えなかった。ただ声だけが闇に共鳴していた。ガツン、頭が何かにぶつかった。木箱である。長者はとっさに木箱を開けた。その箱の中で娘が笑っていた。赤と白の着物を着た娘。その赤に、ところどころどす黒い染みがついていた。髪は乱れ、その黒の合間から少し黄味がかった骨が見えていた。その骨からは灰色の脳髄が飛び出していた。その灰色を縫うように赤が走る。おほほほお父さん、あたしはここよ、三日もこんなとこにいたのよ。暗くて、静かで、怖かったわ。大きい高い、昨日の晩、旦那が自殺したらしい。
朝飯を持ってきた女中が見つけたんだってな。娘の死体を入れておいた木箱に、頭から突っ込んでたんだってよ。そんでもって口の中には娘の長い髪が目いっぱい詰まってたんだと。それで窒息かね。恐ろしいこともあるもんだねー。山道を車で走ってる時に青白く暗闇が光ったことがあった。一緒に乗ってた連れに見えたかと聞かれたが、怖くて見えなかったと言ったが今告白するわ。見たことない光で俺にも見えたんだ。臨界に達した時出る光か。知り合いのおばさんの話なんだ。夫婦仲が良くて、よく、釣りが好きなおじさんに付き合って釣りに行く。ある夏の終わり、夜中に東京へ帰ろうと、神奈川県の、相模川、を渡った。大きな橋で、河川敷も広くて河原に降りて遊べるようになっている。橋を渡っている最中、対岸でバーベキューをしているらしい人々影が見えた。あら、こんな夜中に？と思ったけど、近づくにつれて、その火が伸びのように燃え広がっているのがわかった。大変、火事だわ。慌てて車を止め、おじさんと土手に駆け上がった。その途端、あんなに燃え広がっていた火が一瞬にして消え、人影もなく、ただ草がなびく。普通の河原。狐に化かされたのかしら。と思ったが、別におばさんの身に変わったことはなかったそうだ。これマジな話だが一人で堤防で夜釣りしてたとき。糸垂らしすぎてそこについちゃったんだよ。でワカメかなんかに引っかかったわけよ。超重かったが糸切るのもったいなかったから頑張って力ずくで引き上げたの。そしたらなんと人の髪の毛が大量に釣り針に引っかかってた。警察沙汰になるのめんどくさかったから。そのまま気持ち悪くなって帰ってきちゃいました。なのでまだもしかしたら死体が海の底にあるかも。もう一度そこに行くしかない。それは怖いな。でも一応通報した方がいい気がする。学生の時東京近郊でバイトしてた時なんだが、奇妙な光景を見た。夜、結構人通りの多いとこなんだが横断歩道を不自然なほど、ものっそいゆっくり歩く女がいた。もう半端じゃなくゆっくり。はじめはあまり気にもしてなかった、が、なんと右折してくる車がその女をすり抜けていくではないか。その時は夜だったし、目の錯覚だろうということで自分を納得させた。だが数週間後、まさに例の横断歩道近くのマンホール下から女の腐乱死体が見つかるニュースを聞いた殺人事件だったようだ。やはり、あれは、俺の怖い話。ここに、3年の間に人と喋らなすぎて、さしすせそ、がうまく発音できなくなった。やっぱ生物学的に使わない機能は退化するんだね。ふと立ち寄ったレコード店で目にした、ドボルザークの CD。その邪悪そうな名前におののいていたら、店員が、頭上で手を打ち鳴らしながら近寄ってきた。わろた、わら。なんなんだ、わら。一人のフリーターが首吊り自殺をした。彼は生前、この部屋には幽霊が出る、と周囲に漏らしていたらしい。後に分かったことなんだが、このアパートでは10年前に女子大生が失恋を苦に首吊り自殺をしたんだ。そして彼が自殺をしたその部屋がちょうど彼女の部屋だったんだって。その死んだ人、引っ越せば死なずに済んだかもしれないのにね、わら。おーおーおー。昔自分がいた職場、30人近くいる大部屋。では、自殺、過労死、大怪我。重病になる職員が後を絶たなかった。これに加えて中途退職者も多数。早いのは3ヶ月で退職。なんかあったとしか思えない。かくいう自分もそう。こう中途退職している。そういう職場あるよね。俺がいたところも、うつで入院した人がいるよ。ま、
クーラーがないからなんだけど。でも本当におかしくなる職場は、要注意人物がいて周りをおかしくさせるんじゃないか？組織が腐敗していた幹部連中とその取り巻きが楽して、若手中堅を、こき使っていた、後日談があって、その幹部の一人は娘が二十歳で、溶接、取り巻きの A は転んで頭強打して自主退職、B は癌になりを、80% 切除して別人のように勢いがなくなったという天罰だね。うわ、マジ因果応報じゃないか。災いが幹部ではなく娘に移るってとことか。ちなみに事故は生きよう、病気は金の使いすぎらしい。俺の知識だけど。俺が昔いた職場では、ある女が仮病を使って長期で休んでいたんだが、俺が某有名な神社をお参りして帰ってきたら、その女の仮病がバレてクビになったことがあった。恐ろしい、まるでブラック企業のような話だ。小学生の時、ある中年の男性教諭から聞いた話。彼が若い時、昭和30年代、同僚の男性教諭が宿直をしていた時、夜間児童の変死体を発見したそうです。それからその同僚教諭は、と、ういうわけかその小学校を去る日まで、毎年必ずその児童の命日に宿、巣が当たっていたそうです。他に男性教諭は10人以上いたというの。2。俺も昔大学で宿直勤務していた時、自殺した学生が枕元に出てきたことが、あったなぁ。それも死んでからほぼ1年経った、ちょうど夏の真っ盛りの今頃の、時期、白い着物着て、腰から差がなかった。やっぱ着物とか着てるのな。燃え T シャツとか着てたらおかしいもんな。うちの亡くなったじいちゃんは陸軍の完全軍装で出てきた。途中でゲートルを巻き直してたから足はあったな W。これが38式騎兵銃だぞ。なんて見せびらかしてた。楽しかったからまた出てきてくれ。ちゃんと毎日お供えしてるだろ。楽しいじいちゃんだなぁ W。うちのじいちゃんはスーツ姿だったぜ。来てくれてありがとうと楽に感謝されちゃった。足はなかったというより、家具に隠れて見えなかっただけかも。初めて見たのになぜか全然怖くなかった。でもあれ以来全然出てきてくれないし。怖くはないかもしれないけど。この前家庭崩壊の危機が訪れた時仏壇の前にてみたいなのが見えた。霊感ないし視力悪いけどその時は扇風機も置いてなかったし洗濯物も畳んで片付けた後だったからなびくものもなかった。すかさず線香を上げて手を合わせたら、崩壊の危機は収まった。多分今年亡くなったばあちゃんだと思う。ばあちゃん。うちのババア死んだらきっと出てきるよ。会いたがってるけど完全しかと。そうかに入信させようとしたからな。強錯覚だろうけどやたら木とかが人間に見えてやばかった。幻覚？一人でずっと会話してたし俺も。もうじき異世界スケトータル。おばあちゃんが死んだ時老人ホームで皆が、棺桶に花を入れているところをニカッと取ったら、ニカッととも棺桶の周りに煙のようなものが映ってた。ばあちゃん心残りだったのかな？100円回転寿司に行った時の話。隣に座っていた親子連れ。小学校低学年くらいの男の子とお父さん。見た目はごく普通の、仲の良さそうな親子。しかし、異変。二人とも卵しか注文しない。よほど卵が好きなんだなぁと思って、ふと見ると。ネタの卵を小皿に覗けて、シャリだけをひたすら食べていた。小皿は卵で山盛り。彼らが帰った後、片付けに来た店員と目があって、二人して小首をかしげた。怖いというより不気味だった。
久々に霊体験したんでレポ。電気つけてないと寝られないたちなんだが。その日はもう夜明け間近の5時だったんで外も少し明るくなってたし。調子に乗って部屋真っ暗にして寝ることにした。でもそれが地雷だった。そういう日に限って金縛りに遭う。金縛り自体もう何度もなったことあるし。そもそも霊体験じゃなくただの生理現象睡眠障害だから、慣れもあってそこまで怖くなかったんだが、その金縛りはいつも以上に強力ですぐに解ける様子なし。すると隣の部屋からガタガタと音を立てて何者かが、俺の頭上までやってきた。正直、すごい気配だったから、雲。おしまい。